10月11日、金曜日の山陽新聞ニュースです。9月の東京オリンピック代表選考会、マラソングランドチャンピオンシップの女子で優勝し、代表に内定した天満屋の前田ほなみ選手と条件付きで代表に決まる3位に入った小原玲選手が10日、岡山市北区の山陽新聞社を訪問し、成績を報告しました。 現地で応援した岡山陸上競技協会会長で山陽新聞社の腰峨高政会長らが出迎え、それぞれに花束を贈りました。東京都港区にある岡山、鳥取両県の共同アンテナショップ、鳥取岡山新橋館の入館者が10日、250万人を突破し、館内で記念のセレモニーが開かれました。 節目めの入館者は、港区の佐久間清子さん、75歳でした。岡山県の牧尾俊之東京事務所長と、鳥取県の谷永雅彦東京本部長らと、くす玉終わり、両県の特産品と商品券の詰め合わせが送られました。第47回、日本の書店、第40回、岡山県の書店が、10日。 岡山市北区の天満屋岡山店6階、以前会館で始まりました。我が国の書道会を代表する巨匠から、地元書団を担う書家の作品が、会派やジャンルを超えて集い、訪れた人たちが、創意あふれる墨の美を堪能しています。会期は1期と2期に分かれ、1期が12日まで、2期が13日から15日までです。続いて、 天気予報です。10月11日は岡山県南部、北部ともに曇りでしょう。岡山県南部の最低気温は19度、最高気温は28度でしょう。岡山県北部の最低気温は17度、最高気温は27度でしょう。降水確率は岡山県南部、北部ともに午前10%、午後20%でしょう。 ニュースの詳細は、山陽新聞、もしくは、サンデジをご覧ください。